日本埼玉県埼玉市浦和区時は時はは埼玉県埼玉市浦和区の町名。現行行政地名は時は1丁目から時は10丁目。住居表示実施地区。郵便番号は330-0061。埼玉市浦和区西部に位置する。北で、北浦和、北東で元町、東で、元府と、南東で、東中町、南で中町、西で、 中央区大土、北西で新中里に接する。文京都市浦和の中でも、鹿島台と称された高台に位置する。埼玉県内有数の高級住宅街である。関東大震災後に多くの文化人が移住し、浦和アトリエ村を形成した。埼玉市役所、浦和区役所、テレビ、埼玉本社、埼玉理想な銀行本社等が集まる行政の中心である。 かつては北浦和駅西口に埼玉大学があったが、1971年に下大久保に移転し、跡地に県立北浦和公園が建設された。また、4丁目には f m ナック5本社が置かれていた。埼玉市役所庁舎の前身である浦和市役所庁舎は、中町にある現在の浦和ロイヤルパインズホテル敷地から1971年1月に、 移転してきた。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。埼玉県内では川島町より人口が多い。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。道場三室線 JR 東日本東北本線、及び武蔵野線大宮市線が通るが、町域内に駅はない。浦和駅や 北浦和駅が、最寄り駅となっている。北浦和公園埼玉リソナ銀行埼玉営業部、埼玉県近代美術館村伝統文化館、高吉館 NTT 東日本大関、新越本社テレビ埼玉 NHK 埼玉、放送局。ありがとうございます。